またやっからよ。船引きやります。ご協力ください。本当にこれでお女子様の代わりになるのかな。やってみなきゃわからない。うん、マナカは私が地上にいる間5年間もずっとお女子様の代わりになっててくれたんだよね。そしたら今度は私先。好きなんだ千咲さんのこと。バレてた。バカじゃん。そうやって何でもない風でカッコつけてさ、千咲さんに告白したんでしょ。それも聞いてたのか。聞いてたよ。振られたのかなんか知らないけど、もっとまっすぐぶつかればいいじゃん。ちゃんともっとさ、さっきみたいに辛そうな顔千咲さんに見せなよ。僕が冬眠しなければ今頃はって思ったりもしたけどね。でも関係ないんだろうな。5年前から千咲は紡のことが気になってたし、僕はずっと蚊帳の外だったからね。いつも千咲の目は僕じゃない誰かを見てる。